ではメンバーをご覧いただきましょう。まず町田です。ゼセスと同じメンバーです。ゴールキーパーがポープウィリアム、ディフェンスは右から奥山、グティエレス、池田、尾長です。中盤右高橋大吾、左に平川、そこには稲葉と高江レオが入ります。前線は強力です。エリキが入って、そしてオーストラリア代表のミッチェル・リュークです。一方アウェーの藤枝も前節と同じメンバーです。ゴールキーパーが北村海一里、3バック小笠原、川島、鈴木、中盤右に久保、左に榎本というドリブラー、そこには杉田と新井が入って、インサイドハイブ岩渕と横山と入り、最前線には渡辺亮が入ります。まあ面白いですよね、はい。まあ、それぞれ本当にスタイルがあるチームの同士の戦いだなと思います。はい。おお、このフリックからつながってエリキが収めた後、そして高橋大吾キープ、高江、広げる、平川、あ、それ尾長です。中3枚いる、斜めに入れていって、いいボール入ってきた、キーパーが出る、打つ、来た、押し込みました、ミッチェル・デューク。まだ立ち上がり5分、先制待ちだ、ミッチェル・デューク、今シーズンこれが初ゴール。まあ、この辺りも2トップの関係性ですよね、はい。やっぱり本当にこの2人の関係性がいいので、ここはミチェル・デューク選手が後ろにもらいに行くと、そして、まあ、エリキ選手に出したと、まあ、これこぼれ球に対しても後ろにいるデューク選手がしっかりと狙っていると。うまくいなす、広げた新井、さあ今度は左ワイド、榎本、中には5枚の人数かかっていった、榎本打ってくる、右足シュートがあります、うん。うまい、うまい、横山入れた、うん、形ができた、開いた、打つ、セーブ、いや素晴らしい、うん。最後岩渕のシュートか、セーブがありました、ポークウィリアム。外側江野選手もいましたけど、はい、シュート打ちましたからね、はい。残して上がりを待つ、杉田、スルー、素晴らしい、開いた、左足、まだあります、打つ、ここも右足強烈、ゴール左、ワンタッチありました、コーナーです。ここは怒涛でした。まあ今みたいなね、最後シュート打ってなんかディフェンスに当たるみたいなシーンって多いですよね。ここで荒井引っかかる、ちょっと引っかかってしまって、逆に町田がチャンス、デューク体を張って上がってきた、平川、平川優出した、エリキ折り返す、平川数センチずれました。まあ、この辺りね、本当エリキ選手って本当にやっぱこのコンビネーションも作れるので、はい、自分が決めるだけにならないんですよね。まあ、ここでも、まあ、中に入った時に行きますよね。セカンドをつかせます、平川優、そしてデューク、前にはエリキ、取り切る、うん、入っていく、榎本、榎本かわした、榎本、榎本、うん、ものすごい狭いところをダブルタッチで入っていきました。面白いですね。まず縦につけて、ここでキュッと前向きましたから、はい、前向いて稲葉選手をこう体入れながら、そしてここでダブルタッチですね、キュッキュッと。いいボール来た、宮田、デュークの前、こぼれてきた、デューク戻す、右足、ディレクション、オーバーヒット、オフサイド、旗が上がっています。からローンで加わった荒木俊太、昨シーズンとしては12試合出場です。でこの町田では6試合出てますが全部途中出場。さあつながって藤尾が持っていきます、藤尾翔太、藤尾を入れる、うん、っていうリアクション、この人も、まあ、身長はあるんですけども足元も上手です。いいですよね。まあ、ここで、まあ、ゴールにも向かいましたし、はい、ただ拾い直し、高江がそのまま持っていく、仕掛けた高江、広げた、右足ダイレクト強烈、沼田のシュート浮きました。
つ良かったですね、はい、ここで、まあ、どういうキックの質でというのをから取られて、そこからまた切り替えて自分で最後パス出しましたから、はい、まあ、永田選手もイメージ通りだったと思うんですけど、はい、高い球にした中田、セカンドボレー落ちる、ドライブシュート気味に最後シュート打っていきました。やっぱ高さある選手たちを入れているので、はい、なかなかああいう風に普通のボールになっても難しいですよね。さあ斜めに入れた、外に通る、ここで長い笛が鳴りました。黒田監督にも笑顔がありました。町田首位返り咲き、チームの歴史を変える6連勝です。